安藤桃福発明記念館横浜は神奈川県横浜市中区の港未来地区にあるインスタントラーメンの博物館、日清食品ホールディングス株式会社、並びに公益財団法人安藤スポーツ、食文化振興財団が共同運営する。なお、当初は名称の交尾に横浜を付さず、単に安藤桃福発明記念館としていたが、後日のように 東西施設名称統一の一環で現名称に解消となった。当館はインスタントラーメンの発明者で日清食品創業者安藤スポーツ食文化振興財団創設者である安藤桃福の生誕100周年と世界初のカップラーメンであるカップヌードルの発明40周年を記念して2011年9月17日に開設された。 安藤桃福が世界初のインスタントラーメン、チキンラーメンを発明した場所、大阪府池田市には、1999年11月にインスタントラーメン発明記念館が開設されているが、広く東日本や世界に向けて安藤桃福の功績を伝えるため、2番目の記念館として横浜港未来に建設された。ミュージアムのテーマは、 生涯を食の創造開発に尽くした安藤も福の精神、クリエイティブシンキングイコール創造的思考で発明、発見の楽しさやベンチャーマインドの大切さを子どもたちに伝えることを目的とした。全館、見て、触って、作って、食べる、大人から幼児まで一緒に遊んで楽しめる体験型ミュージアムである。施設の総合プロデュースはアートディレクターの佐藤柏。 館長の筒幸孝は筒康孝の辞典。2012年8月9日に累計入館者数百万人を達成し、同年12月、神奈川県知事より神奈川観光大賞グランプリを受賞。その後も毎年100万人を超える入館者数を記録し、2019年4月、オープンから7年7ヶ月目に累計入館者数800万人を達成した。 日本有数の企業ミュージアムである。2017年9月15日より、東西の施設名称を統一することとなり、当館の名称は、横浜を付した、安藤桃福発明記念館横浜に改称。大阪府池田市のインスタントラーメン発明記念館は、安藤桃福発明記念館大阪池田に改称となった。オリジナルカップヌードル制作体験が、 可能神奈川県横浜市中区振興2-3-4なお、駐車場は40台分のスペースがある。横浜市が港未来振興地区の海沿いにある振興パークのネーミングライツを募集。これに日清食品ホールディングスがカップヌードルミュージアムパークとする提案を行い、認可。案内板などの表記も振興パークからカップヌードルミュージアムパークに変更されている。 港未来地区の11の2街区は3つの区画に分けられており、当館の他に自動車ショールームカフェ併設のアウディ港未来と同じくカフェを併設しているブライダル施設のグランドオリエンタル港未来がある。ありがとうございます。